This episode is brought to you by Michelob Ultra. Michelob Ultra is perfect for more than just the summer heat this year, because not only is it refreshing and crisp with only 95 calories, but Ultra is also the official beer sponsor of Team USA at the Olympic Games Paris 2024. Celebrate every point, race, and moment with Team USA and Michelob Ultra for the Olympic Games Paris 2024. Stock up on Michelob Ultra and cheer on Team USA. Enjoy responsibly. Copyright 2024 Anheuser-Busch Michelob Ultra Light Beer, St. Louis, Missouri. ラジオドラマ幸せの高取家。福岡市早良区の2世帯住宅に暮らす高取家、パパとママと娘と息子、そしてじいじばあばの6人家族はごく普通に生きてきて、ごく普通に暮らしていました。平凡な人々と平凡な毎日。それでも高取家の人々はとてもとても幸せなのでした。鈍感でも大丈夫、その3。私の気持ちなんて何も知らないくせに。なんだよ私の気持ちって。もういい。ああ、この2人また今週も恋人にならんやった。両思いなのにもどかしすぎる。相手の男が鈍感なんよね。鈍感すぎ。早くヒロインの気持ちに気づいてほしい。男性って女性の行為に鈍感な人が多いよね。そういえばゆうとくんは鈍感な方かも。マリンの好きなゆうとくんか。じいじに言われておしゃべりするきっかけにするためにゆうとくんの前でハンカチ落としたとに全然気づかんで踏んづけて通り過ぎてった。マリンのハンカチを踏んづけるやら懲らしめんとな。いいと、ゆうとくんもう彼女できたし、結局何もしゃべれんかったし。何気ない会話とかできたと思うけどね。どんな？まず相手に好感を持ってもらう会話。相手を褒める。足が速くてすごいねとか、成績良くてさすがだねとか。あと消しゴム貸したりシャーペンの芯上げたりしとけばスムーズに。姑息なこと考えるね。シャーシーね。もうそういうの遅いけどね、ゆうとくんにはね。彼女できたんやったね。また好きな子できたらプレゼントとかしたらいいかもね。そっか、じゃあサム君になんかプレゼントしよっかな。サム君ってあのラッパーになりたいっつうやつか。ヨーヨーチェケラーとか言うとるやつ。今さらやけど、ゆうとくんと仲良くしとった方がややこしくなかったな。懲らしめてやるとか言いよったくせに。でもプレゼントするなら事前にリサーチせなね。そうそう、世の中にはそんなのその人の趣味やないのにレアなフィギュアとかプレゼントするやからがおったりするけんね。それ俺やんか。私と付き合う前の大ちゃん、そげなとこが鈍感もすぎるっての。私怖がらせただけやん。俺の大切なものをあげたんやから敏感やったらそこ察して好きなんやって分かってほしいっつーの。はっきり口で言ってくれな分からん。パパとママ昨日と逆になって言い合いしとっちゃけど、昨日はひとみちゃんが掃除手伝ってという気持ち察してみたいな言葉言いよらんやった。大輔は口で言うてくれんと分からんやら言いよった。ちゃんと言葉で伝えた方がいいね。そうね。ってことでマリンはサム君とラップで会話しようと思う。難易度上がっとらんか。RKB ラジオをお聞きの皆さん、声優の関智一です。8月24日土曜朝7時スタートの帰りたいサラリーマンに小次郎その他の役で出演しております。ポッドキャスト YouTube でも配信予定。ぜひ聞いてください。